えー、シュウさん、えー、今回はですね、結果報告ありがとうございます。えっ、ー、と、2日前ぐらいにメールいただいてたんですけど、僕の方はですね、体調不良で、まあ、まだちょっと完璧ではないんですけど、まあ、だいぶ頭痛がほぼ緩和されてきたんで、動画の方を撮ってるんですけど、20万のコンサルが決まったということでおめでとうございます。あのー、多分まあメールの方でかなり書いていただいてるんですけど、 まあここまで勉強して、まあ、実際にアウトプットもできるんでドリアカで教えてる講義を本当にもう愚直に見てあとアウトプットしてもらえれば確実に売り上げは上がるんで、うん、大丈夫かなというところですね、まあ、ここのメールでもねあのステップメールの講座を100回見ようとは思います多分100回見ようと思う人がまずいないんですよねでまさきさんも多分これ,これ以上見たかなまさきさんっていう方はいらっしゃるんですけど まあこの100万稼ぐステップメールの設計図の動画をもう暗記もなんかできるっていうかもう次に何僕が言うかっていうところまでナチュラルにもう覚えてるみたいななんかそんなこと言ってましたけどまあここまで聞いてみてであと自分で実践すればもう絶対間違いないですね。うんまあほとんどの人はここまでやろうとしないですから、ね。 うん、多分すごいいい結果がそのうちまたどんどん出てくるんじゃないかなと思いますんでほんとドリアカの講義たくさんありますけど多分まああそこで言ってる内容はまあ知ってて当然なんで自分が100万プレーヤーとか1000万とかねそう稼いでいくであるならばあそこで僕がドリームアカデミア言ってるのが、まあ、当たり前にできるというかねうんじゃないと稼げないんで。 まあそのネットビジネスってなんかいろんな稼ぎ方ありますけど中長期以降ずっと稼ぎ続けるためにはですねうんドリアカで教えてることをやらない限り多分僕は無理だと思いますなぜならば僕十何年間歴史を見てきましたけどまあ消えていく人がほとんどなわけですよねうんだからずっと残ってる人何やってるのっていう話でそうまああれやってて、えー、なんだあれやってれば間違いないです ということで頑張っていきましょう、はい。まあ僕もですね、だいぶ体調戻ってきたので、まあ、頑張っていこうかなと思います。では、報告ありがとうございました。